マスヒロのうまいのなんの。うまいのなんののマスヒロです。今パリにいます。今映し出したところはサンジェルマンデプレ、パリの左岸にありますけども、私の今バックに映っているのはブラスリーリップという料理屋さんなんですが、今からちょうど50年前10月の下旬、パリにやってきて一番私が初めて食事をした場所がこのブラスリーリップなんです。見ると、ビールのジョッキのマークがありますが、ブラスリーっていうのは語源がビール醸造場なんですね。でなんでこんなところで最初に食事をしたかと言いますと、わずか25歳の時、カードも持ってない、予約のシステムも分かんない、辻志蔵さんの本をお手本にして歩き回る時に予約をせずに来れるというのでここを選んだわけなんです。もう本当に今から50年前、懐かしいなと思うんですが、そういうお店がまだあるというのが素晴らしいんで、今回のパリの旅もですね、このリップから始めてみようかなと思います。中に入って食事をするところをご覧ください。うまいのなんの。実はこのリップへ来てまず食べたかったのはフォアグラなんです。今から50年前フォアグラは食べられましたけども、缶詰の中に入ってましたり、壺の中に入ってるフォアグラしか日本ではいただけませんでした。いただくと油がもう酸化してしまって、どうしてこれが世界の三大珍味なのかななんて思ってたんですけども、まずフォアグラを食べてフォアグラの魅力が何かなっていうのを知りたかったんですが、一切れ食べて回答がすぐ出ました。名回答、何かって言ったら、フォアグラの命っていうのは、つまり鴨ガチョウの脂身の脂のうまさなんですね。つまりバター食べるとあれは牛の脂じゃないですか。それはこれはガチョウだとか鴨のうまみなんですよ。それをやっぱり本物を一回食べるともう一発でその答えがわかるっていう、ああやっぱりフォアグラを最初食べてよかったなと思ったのが、ちょっと盛り付けがもモダンなんですけども、こんなモダンな盛り付けではありませんでした。やっぱりフランス料理の初めはフォアグラかなと思っていただいたんで、この1973年にいただいたフォアグラの味と基本的には似てると思うんですけども、いただいてみたいと思います。これにジュレを乗っけまして、この油の香り、これですよ。本当はそれにソーテルヌっていうボルドな甘口のデザートワインを合わせるともう天井に行ったような心持ちで、でもこの後料理もういらないよっていう風になっちゃうようなもんなので、今日はリースリング、ここはブラスリーといってもアルザス料理を売り物なのでリースリングで一杯行ってみよう。うまいというわけでこれをいただいて次の料理待ちたいと思います。メインディッシュで取ったのはシュークルートです。もうアルザスの料理の一番名物料理っていうわけなんですが、このキャベツの酸っぱさが食欲をかきつけて、ハムが入ってる、ソーセージが入ってる、じゃがいもがまたうまいのなんの。これをこうちょっといただいてみたいと思います。キャベツって本当に最もフランスの野菜の中では大衆的なもんかなと思うんですけども、それをとても美味しく食べさせる料理の一つがこのシュークルートかな。ハムのうまいこと。基本的にパリにあるビストロっていうのは各地方の名物料理を食べさせるような、地元、各地で料理をやってた方がパリに集合して、そこ出身の人たちに懐かしい味を提供するっていうんでビストロがとても繁盛したわけなんですけども、久しぶりに美味しいシュークルートをいただきましたうまい。うまいのなんの、美味しくいただきました。